から全国38局へ向けて授業中、スクールブロック11月13日日曜日、東京渋谷津田屋オーウェストで開催する対バンライブ、ベンサムと未確認。出演はベンサム先生、そして今年の未確認フェスティバル受賞アーティスト、ザ・ランプ・オブ・シュガーとヤジコガール、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 現在ウェブサイトでこのライブの二次選考予約を行っております。11月13日日曜日、東京渋谷津田屋オーウェスト、 MC は私とアリス向井出ちゃん、夕方5時オープンの5時半スタート。チケット代は1969円、ロックに別途ドリンク代がかかります。先行予約の受付は明日の夜2時までです。今喋ったことは全てスクローブロックの特設サイトで確認できます。僕は京都の芦沢です。夜中の2時までで、これあ、いいんだ、夜中の2時、夜中の2時ね、はい、OK、さあそして今夜の生放送教室には、はい、ユーミン先生です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。愛媛県16歳女の子、ラジオネーム由比ヶ浜、由比ヶ浜大好きなユーミン先生、校長教頭、そして大大大好きな松任谷由実先生、こんばんは。宇宙図書館、今日フラゲしてきました。デビュー時から大ファンだったという母が買ってくれて、親子仲良く聞いています。由実先生の歌声には悲しいこと、苦しいこと、自分の汚い部分も全部包み込んでくださる力があると思います。本当に本当に大好きです。生で由実先生の声を聞きたい。今年のツアーは絶対絶対行きたいです、と。嬉しいなぁ、うん、ね、ツアーがあるんすもんね。そうなんですよ。それが今月の18日からってことで、もう3週間切ってらっしゃる。そう、リハーサルも竹縄。いやー、これが、全国ツアーが三菱 UFJ ニコスプレゼンツ松任谷由実コンサートツアー宇宙図書館2016-2017と。はい。しかもですね、今回のツアーはですね、11月18日に始まって、来年、そして9月22日まで、今年、合計42都市80公演。これ由実先生にとって過去最長最多公演のツアーになるということですけれども、はい、ちょうど来年のだから秋まで駆け抜けられるってことですよね。そうなんですよね、うん、うん、真面目な話ね、はい、今年の頭ぐらいに、はい、自分にとって大事な人をね、ミュージシャンとか親友とか、はい、立て続けに亡くして、はい、なんかフィジカルは永遠じゃないなって、はい、本当思って、うん、はい、で新作に挑めてて、はい、それを待ってくれてる人がいるっていう状況が、うん、なんて幸せなことだろうと思って、うん、はい、でツアーもそんな風に思ったら、はい、うん、一人でも多くの人、うん、一箇所でも、はい、たくさんの街に行かねばと思ったんですよ、はい、そうこうしてるうちにこんな最多になりました。今まででだって最長なわけじゃないですか。キャリアハイがここにやってくるって、うんうん、やっぱりそういったこうね、強い思い、大きな思いがあるからこそでしょうし、そうね、うん、宇宙飛行士の人とかと一緒で、はい、若ければいいってもんじゃない、はい、今までの経験値があるから読めるっていうところもあるんですよね、うん、あのツアーの効率とか、はい、スタッフとの人間関係とか、はい、キャリアがあるからこそ、はい、もっと先に行ける部分もいっぱいあります。どんなこうツアーになりそうですか、うん、もう宇宙図書館なのでね、はい、すごい美しい SF 映画みたいなところもありますし、はい、地上に戻ってリアルなところもあるし、はい、まあ、ショーアップしてますよ、すごく。宇宙図書館から、まあ、宇宙図書館って曲もはい、やりますね、やります。なんか曲決めおじさん出てきちゃった。セットリスト決めないでください、勝手に勝手に決めちゃうだから、いつもこれは。そしてユーミン先生、はい、ラジオもだからずっともうやられてますもんね、はい、東京FMで、うん、そう、はい、30年以上やってますね、はい、時間あの何曜日が変わっても、はい、タイトルが変わっても、はい、長くやってます。今は、毎週金曜日の朝11時から11時半まで、はい、東京FM系列で全国放送で、うん、ユーミンコードという今は、はい、このラジオを30年以上もずっと続けてらっしゃるという、うん、ところのこの原動力とかは、うん、あ、ラジオ大好き。どういうところがお好きですか。さっきもちょっとね、はい、触れたけど、はい、聞いてる人が見えるんですよ、うん、こっちのことも見えてると思うし、はい、テレビよりももっと、はい、
ほら脳で感じるから、勝手にそうですね、うん、映像出ますもんね、うん、自分で想像して声だけだとね、うん、だから必ずずるけた格好はしていかないよ。あ、もう一度も同じコーディネートで出かけたことない。由美先生、はい、僕今日の T シャツ多分今季、30度目ぐらいですね、ええ、あ、そうですか、はい、でもそれはその人のスタイルだから。そうなんですよ、俺のスタイルなんですよ、うん、急にだ、急に変わってんだから、それでいいと思ってんだよ、俺は俺のスタイルなの。そうそうそうとにかく言われる必要はないわけ。なんで逆切れしてるんですか意味が分かんないもんえ、それでもそのいつも変わらない安心感っていうのもあるじゃないですか。これね、やっぱ俺のこの今日のボーダーをね、うん、すごい傍受してくれてます今日。傍受してるかみんな、大丈夫か。ボーダーを傍受。ボーダー傍受流行ってるね。ボーダー感出てんのかトークで。そして、うん、相変わらずさっきも掲示板見てたんですけども、うん、もうめちゃめちゃ質問届いてて、ユーミン先生に。本当？はい。すごいんです。兵庫県17歳男の子、ラジオネーム未来を想像する科学者。未来を想像する科学者。松任谷由実先生、早速質問なんですが。僕は過去にも松任谷由実先生の曲を聴いて本当に素晴らしいと思って聴いていました。もちろん今もです。そこで質問なんですが、松任谷先生はどんな時に詩や曲を思い浮かんだりするんですか。僕は将来作詞をしたいと思っている時期があり、うまくいかなくて悩んでしまいました。教えてくださいと来ております。作詞は難しいですね、私のアルバム作ってる工程の中でも詩が一番悩むところです。曲が先にあって、うん、そこに詩を当てるという。私はね、はい、ほとんど曲線、うん、曲は割と常にご飯食べたり、はい、眠ったりするように、はい、呼吸するように、はい、フレーズは溜めてるっていうか作ってる。で昔はなんかに記録は全然しなかったの、はい、忘れちゃったものはそういうフレーズだって、うん、はい、そういう運命のものだっていう感じでいたんだけど、さすがにこの頃ちょっと記録するボイスレコーダーに鼻歌とか、まあ、スマホだったりとかもすぐできますしね、うん、そうですよね、はい、で、いざまとめるぞっていう時になってそういうモチーフをこう、はい、自分のやりたい世界観に沿ってグワーッと。そもそもそのメロディーは突然やってくるもんなんですか。自分でこうひねり出すもんなんですか。それは宇宙図書館から持ってくるんだけどさ。そういうことだな。なるほどな。でもね、そういうことだ。本当リスナー系でもあるので、はい、膨大に聞いてますね。あらゆるジャンルを。うん。和洋、はい、古今東西。そのスクローブロックは10代のみんなで、例えばその若いアーティストの方とかも聞かれたりするんですか。聞きますね。へ、はい、最近とかなんかお気に入りの方とかいらっしゃるんですか。ごく最近じゃないけど。はい、サカナクションとかすごく好きです。レギュラーで講師されてるんですよ、サカナクション先生。本当に。サカナクション先生はどういうところが切なさかな、温度感とかトーンとか。それなんかユーミン先生の楽曲になんか通ずるところが。まあそう言うと生意気ですけど。いやいや何おっしゃいますやろ。ありますね。はい。哀愁みたいなものが。じゃあ詩とかはその曲になんか引っ張られて出てくるみたいなことなんですか。うん、曲に情報が全部あると思う、はい、それをなんとか通訳するような。へえ、なるほど。言葉にするというか、なんかでもあくまでも、はい、全部音律一緒になってからなってこその、うんうん、5次元な世界だから。はい、なるほど。なんかちょっと科学者もそういうのを意識して言葉、うん、そうね、出てきた言葉をね、したためたりとかするのいいかもしれないね、うんうん。東京都、はい、15歳男の子、ラジオネーム、ウィングスト。ウィングストかな、質問です。ユーミン先生に質問なのですが、うん、麺類の中だったら何が好きですか。僕はユーミン先生はラーメンが好きだと思います。やったな校長、鬼滅系なんですけども。ラーメンね、一番遠いかもしれません。答えてくれるんですか、ユーミン先生。マジですか。ウエイトのこととかも考えてますから、はい、まあ、ツアー前とか特に、ね、うん、そうね、はい、少し前は、はい、お蕎麦だったんですけど、はい、あったかいお蕎麦ですか。はい、はい、冷たいお蕎麦だったんだけれど、はい、うどんかな。ただすごい真剣悩んでください。ザルとか盛り丸じゃないですか。はいはい、かけとか。おうどんの場合は、はいはい、あったかい方がいいですね。あ、なトッピングは何がいいですか。きつねうどん好きですよ。あ、いいですね。美味しいですけどね、はい、ツアーなんてだって全国回られた、例えばね、はい、香川とかも行くわけで、ね、うん、
もう、はい、あれですよ、はい、うんこ白くなっちゃうから食べちゃいますよ。なんちゅう話してんすか。振り幅すごすぎるんですよ、ちょっと。なんか、えらい溜めたなと思って。何が発射されんのかなって思って。郵便先生から B 地区とかうんことかそういう話させないでください、ちょっと校長先生。ちょっと俺、帰ってタイムフリー機能でもう一回聞くわ。いや、実は14歳のね、あの、自分が、ずーっとソレモンの話で一日中笑ってられる。いらっしゃるんですね、それもね。そうなんですよ。同時にね。なるほど。よかったら、ウィングスとな。すごいな。そういうことだよ。徳島県16歳男の子、ラジオネーム、マッツーイコールチハヤフル。マッツーイコールチハヤフル。音楽。ユーミン先生にとって、音楽って何ですか？でかいなー。直球できましたね。いかがですか？そうねー、はい。人間かな。人間。うん。音楽イコール人間。うん。うん、あのね、はい、その人、うん、音楽イコールその人、うん、作る場合は、はい、その人じゃないものしか嘘になっちゃう。で、はい、聞くものでも、はい、やっぱりその人が出る。本当に好きなものには。はあ、ああ、だからそのなんていうんですか、バレてしまうし、うん、カッコつけたりとかなんか嘘ついたりとかするのも、うん、それこそ全部漏れてしまうし、うん、まあラジオもねそんなこと言ったらそうですけれども、はい、あ、じゃあもうそれまでの生き方もそうですし、うん、これからの生き方もそうですし、まああんまりいい答えじゃないかもしれなかったですけれども、抽象的すぎて、いや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 、なんかそこにだから全て詰まってんじゃん、うん、そうね、音楽イコール人間、うん、ユミ先生、この曲、これ宇宙図書館明日発売になるニューアルバムの2曲目、はい、残り火という読み方でよろしいですか、はい、残る火と書いて、うん、この曲も思ったんですけど、うん、そのやっぱユーミン先生の曲、さっきのサカナクション先生の話もありましたけど、なんかこの切なさとか、もう今は目の前にないとか、うん、そういった楽曲って多いじゃないですか。そうですね、メメントモリって言うんだけどね、はい、はい、死があるからこそ、うん、生が輝く、はい、生きていることが、はい、尊いっていう、うん、あのどんなにハッピーな歌でも、うん、そこにそのいつか、はい、終わりが来るから、はい、この世でのね、うん、だから尊いんだっていう歌が多いんですよ。そうっす、うん、手放しでハッピーっていうのはないんです、はい、こういうのも今まさに本当に、うん、そういう瞬間を生きてるやつ多分今聞いてる中にいっぱいいるんですけど、うん、なんか今のお言葉はちょっとやっぱ光が当たる言葉なんだと思って、うん、そんなみんなにちゃんとなんかそこさえ持っていれば、うん、今は本当に辛いかもしれないけれども、その辛ささえもね、うん、生きてる証なんだよね、うん、すよね、痛みとか、はい、嬉しい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしましてからの、もしもし、あ、もしもし校長の遠山です。教頭の足田です。そしてゆみです。うんちまっしろ香川県18歳、ラジオネームファックスのテープでカッコカイカッコとじるです。お前な、何してんだお前、ゆみん先生にかぶせんじゃないよ。何やってんだよ高等な技術使うんじゃないよ。真っ白にはならないんですよ。いい、その話いいんですよ。うんこトークしなくていいんですよ。これいい、うどん食べ過ぎたらその寝てるもんがそうなるみたいな話じゃいいんですよ。どこ傍受してんだお前終了、ちげえよお前。じゃあね、バイバイって言って、違う違う違う、それはそれで違う、それはそれで、お疲れ様ですじゃねえよお前も帰ろうとするな。あ、じゃあね、お前さ、何年生になった？てっぺん。じゃあさ、高校3年生です。高3か。今日これユーミン先生いらっしゃってて、はい、聞きたいことあんの？聞きたいことありますね。よろしいですか、ユーミン先生。どうぞ。行ってみよう。ズバリ、愛と恋の違いって何だと思いますか？なんかお前らしくないな。そうだよ。うんこの話してたくせに。なんでそれ聞きたいの？愛と恋。大丈夫ですか？指先生大丈夫ですか？力出てくるってあるのないですよ。やめなさい。大丈夫ですか？やめなさい。いいですか？
なんで聞きたい？てっぺん。先日大学の栄養入試を受けて、うん、で僕将来作詞家になりたいと思ってて、文学部を受けたんですよ、うんうん、でその面接で将来その作詞家になりたいっていうのはどんな作詞をしたいですかっていうのを聞かれて、うん、であの日本人特有の心の動きとかを日本語でしか表現できない書き方で表現したいですということを面接官に伝えたら、うん、そのじゃあ日本人特有の心の動きって何だと思いますかって聞かれて、ね、まあ、僕はあの 恋の心とかは日本人特有の心だと思いますって、恋は英語にできないからみたいなのを言ったら、うん、じゃああなたにとってあの恋と愛の違いって何だと思いますかって言われて、うん、答えに詰まっちゃったんですよ。なるほどね。でもすごい悔しい思いをして、でそこから友達とか周りの人とかにその恋と愛の違いって何ですかっていう質問をしていって、いろんな答えをみんなに聞いていってて、でもう永久不滅のラブソングの女王ユーミン先生にこれは聞かなきゃなと思って、うん、だいたい明治時代まで、はい、愛してますって言葉なかったんだよね。知ってます？ああ夏目漱石か、はい、あるいは双葉亭四名が作ったという、それまでは月が綺麗ですねとでも訳しておきなさいっていう I love you を日本語に愛してるって言葉なかったんですよ。有名な、聞いたことありますか、うん、はい、難しいですね、これを一言で。逆に love っていう言葉をどう訳すかで日本語がこう分岐してってるから、ざっくり言っちゃうと、恋って事故みたいなもんだと思う。風邪をひくとか、あ、うんうん、自分が予期しない時に脇が甘い時にスコーンって入ってくるみたいな、ハプニング的な、うん、でも体制ができるから約90日で終わると思うんですよ。え、3ヶ月ぐらい、恋というもの、はい、うん、だけどその間に会いに行こうする可能性もあるよね。そこで終わっちゃわずに。で、愛っていうのは形を変えながら不滅にずーっと存在すると思うの。と、時には憎しみとか、ネガティブな方に触れる時もあるけれど、そして一旦消えたかのように見えても、ずーっと存在すると思います。で、これ厄介なのが、愛情ってあるじゃない。ね、そういう愛の心が、あまりね、情が勝っちゃうとね、良くないものになっちゃうんだな。え？情には流されない方が良くて、純粋な愛がいいよね。はい。ちょっと、まず、てっぺん。はい。まず聞いてくれてありがとうな。そうだね、はい。俺と教頭もずっと深くうなずいてて、今。はい。まあ、他のみんなもそうだと思うけど。てっぺ今さ、どんなこと思ってる今。ちょっと、ね、今すごい緊張しててあれなんですけど、うん、これは開けてはいけないパンドラの箱を開けてしまったなと。ほら、さらに謎が深まった。やばいな。自分で謎を、膨らましていくタイプだね。どういうことでもなんかその膨らました先にいろいろ右往左往してて、っぺん、うん、お前が、うん、その先に、うん、多分言葉あると思いますし、あると思いますよね。ですよね、たくさんの言葉があると思います。マックスのてっぺんしか言えない言葉があるかもしれない、うん、そこに今多分ユーミン先生がお前の世界を広げてくれたはずだから、うん、なんかいっぱいいろんなとこ行ったらいいと思いますよ。私ね、もうね、回り道に宝物があると思ってるの、うん、今みんな結果を急ぎすぎるから、そうですね、うん、この時代。そう、さっきも人に言ってたんだけどね、デジタル時計だとアナログ時計とデジタル時計の違いが、その点数しか出ないのがデジタルじゃない。11時47分今、うん、ね、それの11時47って数字だけが出るのがデジタルじゃない。はい。だけどアナログ時計で見ると、あと12時までに約15度、うん、あ、じゃあ90度の角度があるなとか、その面積があるなっていう経過とか想像が膨らむでしょ。はい。
そういうふうに考える方が好きなんだけど私、そのテンスだけ考えるんじゃなくて、はい、はい、今隣の部屋で親父がめっちゃ拍手してますいいお父さん、ありがとうございます、本当によっユーミンいい質問したぞお前っつって、てっぺじゃあまあ夢だろこれ、はい、そうな、頑張れ、うん、頑張ります、ね、見つけろお前なりのやつ、はい、見つけろ、はい、見つけろよ、ま、見つけますまたね、はい、愛のウェーブ、あーやっぱりお前わかるねやっぱりね、はい、ありがとうございます、もうそれのことなかなか言わないから愛のウェーブお前にも任せといたんだよそこは、あ、ありがとうございます、じゃあね、はい、バイバイ、さあそろそろ授業の終わりに近づいておりまして黒板の時間になったんですけれども、今日は松任谷由実先生にお願いしたいと思っております、はい、ちなみに今電話の時にあのファックスの鉄平が言ってた愛のウェーブっていうのは、はい、あのファックスの鉄平、あのコメコメクラブ先生が大好きで、はい、カールスモキ石先生と由実先生が、はい、これですね、1992年ですね、デュエットされて、出した愛のウェーブという曲のことをファックスの鉄平言ったっていうことですかさず出すディレクターが素晴らしいですね、曲に紛れ込んで入ってきましたね、中1の僕もあの縦長の8センチシングル買わせてもらいました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、それでは黒板の方お願いします、はい、では、はい、慎んで、はい、もう今日一言一言が黒板のような授業でしたけれどもね、ユーミン先生のこの文字を見るっていうのはなかなかこう、確かにそうですね、だから今日の模様も全部放送後期に載るし、うん、はい、様子とかもね、ウェブとかにも載ると思うんで、ぜひね今日聞いたやつも聞いてないやつも誰かになんか教えてあげてほしいし、うん、お父さんとかに教えてみたらいいと思う、うん、それでは読み上げていただいてよろしいでしょうか、成長痛、成長痛いと書いて成長痛、はい、少しお話しいただいてもよろしいでしょうか、実際の体の成長痛はね覚えてないっていうか体験してないかもしれないんだけど、男の子とか痛くなるんだよね、背伸びてるなとか、うん、足の付け根痛いな、うん、寝る時のとこありました、膝が痛いとかね、うん、まあ体もだし心もね、あの痛いっていうことはそれまで使ってなかった脳細胞を使ってるんで、それが苦しいんで、まあ恋でそういう思いをするかもしれないし、人間関係でへこむかもしれないけど、それはそこを修復するときに、筋トレとかでもそうじゃん、一回気を傷つけて修復するときに育っていくっていうか、成長痛はでも一生ありますよ、死ぬまで成長してください、由実先生、僕たち生徒と共に死ぬまで成長を続けていきたいと思いますんで、はい、本当に今日は2時間どうもありがとうございました、一緒に成長していこう、大きくなっていきましょうまだまだ、はい、スクールオブロックは明日の10時に再び開校、起立立って、そしてツアーお体にお気をつけて、はい、ありがとうございます、うどんの食べ過ぎだけにお気をつけてくださいね、はい、胆汁あるから白くなりません終了レイマー